平野紫仕様の CM キャラクター交代、ジャニーズ事務所と広告業界の関係最高日本の広告業界において、ジャニーズ事務所のタレントが CM キャラクターとして起用されることは長い間一般的でした。しかしながら、最近の出来事がこの慣習に挑戦し、広告業界に変革の兆しをもたらしています。 特に、ジャニーズ所属タレントによる CM キャラクターの交代が、業界内外で注目されています。ジャニーズ事務所は、長年にわたり日本のエンターテインメント業界に多くのトップアーティストを輩出し、その中でも CM キャラクターとしての起用は、一つの成功パターンでした。しかしながら、小ジャニー北川前社長からの性被害告発に伴い、 ジャニーズ事務所に所属していたタレントが告白し、CM キャラクターを起用していた企業も対応に迫られました。フミハルオンラインが2023年5月に行ったアンケートによれば CM キャラクターに時を起用していたエアコンクリーニングのユアマイスターは、ジャニーズ事務所の対応に疑念を抱き、社会的に見て不足している、と回答しました。 しかし、多くの企業は、回答を控えます、という姿勢をとっており、この問題に対する消極的な反応が目立っています。無比 CM キャラクターの交代。ジャニーズタレントによる CM キャラクターの交代の最初の例として、池田も反動が主力商品である、無比シリーズのイメージキャラクターを変更しました。 2010年から2021年2月まで相葉雅さが無比の CM で知られ、その後はキング、リンチェプリンスの平野市要が務めていましたタップ。しかし、2023年5月に新 CM のキャラクターとして選ばれたのは、ジャニーズ事務所との関係を断ち切ったスターダストプロモーション所属の中川大志でした。 これはジャニーズ事務所に長い間所属していたタレントにとっての大きな転機であり、広告業界内外で注目を浴びました。ジャニーズ離れの兆し、この出来事が広告業界におけるジャニーズ離れの始まりなのかという疑問が浮上しています。 複数の製薬会社で顧問を務める医師によれば、製薬業界では、池田も反動に続く社が出てもおかしくない、との見方があります。現在、多くの製薬会社がジャニーズタレントを CM に寄与しており、その実績と信頼性は広告の成功に寄与しています。 一方で、ジャニーズタレントによる CM キャラクターのイメージ悪化は、医療品や製薬分野にとってはリスクとなり得ます。広告クリエイターの中には、ジャニーズタレントの契約更新が難しいという内部情報を SNS でリークし始めたり、業界内で慎重な議論が行われているとの報告もあります。 クライアント、代理店、そしてユーザーの間でタレントに責任を問う難しさが浮き彫りになっています。結論。ジャニーズ事務所のタレントによる CM キャラクターの交代は、広告業界において大きな変革をもたらす可能性があります。ジャニーズ離れの兆しが広がりつつあり、これに対する企業や広告クリエイターの対応が今後注目されるでしょう。また、 ジャニーズタレント自身も自分たちが出演する CM のイメージ悪化を望んでいないことから事務所の丁寧な対応が求められます。広告業界がこれからどのように変わるのか、その行方が注目されるテーマとなっています。